はい、ということで、2020年の4月の17日の金曜日、時刻がですね、今10時57分ということで、午前中です。うん。なんか、明日がなんかちょっと天気悪いみたいな話で、まあ今日は曇りっていう話だったんですけどもね、なんか、ちょっとね、晴れてきて、気温もなんか低いみたいな話だったんだけど、意外とね結構暖かくなってて、なんか絶好なね今日来てよかった本当に、多摩川です、ちょっと今日ね朝から用事があって、ふらふらとね歩いてきて、うん、なんかあそうね、今だから11時ぐらいでしょ。だから、2時間ぐらい、ほっつき歩いて、やっと多摩川べりに来ましたと、いう感じですね。去年の集中豪雨の時はこの辺はもう水浸しで、今僕のいるとこなんてのは本当に、川の底だったというね、ずっとこれ多摩川のね、堤防みたいなのがあって、土手でね、まあ民家の方にはなかなか水が溢れ出ないようにはなってて、だから結構広大な広さがあってね、うん、久しぶりに、来てしまいました。というか、まあ、ふらふらしてたらね、結局、この辺まではね、やっぱ歩いてくる、そういう場所なんですけども、最近はなぜか、ね、あんまり歩かなくなって、ね、まあ、時間があるときはね、やっぱりね、当てもなくふらふらと、あっち行ったりこっち行ったりね、たまにはね、地上、空飛んだり、ね、地下潜ったりとかね、まあ、いろいろね、うろうろしてた方が、面白いんですけどもね、うん、まあ、なんせ、去年あたりからちょっと体力的にも、衰えて、いますから。あんまり多摩川の方まではねちょっと距離があるんですよ、うん、まあある意味電車で1駅2駅ぐらいかな、うん、まあ歩く距離ではあるんですけどね、なんか面倒くさくなってね、でまあここまで来たらねもう歩かなきゃしょうがないっていうことで、結構4時間とかね平気で、片道だよ、うん、歩いたりするんでね、結構その後がね、くたばってるんだよ、だからそういうのも含めてちょっとなーっていう感じでね、なかなか来れなかったんですけども、今日はもうねまた、うん、なんて言うんでしょうかね、すごいことになってますか、とにかくコロナね、もう本当に緊急状況というか、ね、本当にもう大変でね、いろんなほら、緊急のあれが出てるじゃないですか。で、まあ、なんだ、繁華街とかね、そういうところのスナックだとか、飲み屋さんとかが閉まってたりとかね、あとちょっとね、ちょっとこう、うふっていうところが、ね、そこからなんかこう、ね、うつっちゃったんだよとか、なんかこう、避難浴びたりなんなりして、で、結局は、まあ、緊急状況みたいなことになったときに、やっぱり、ある程度ね、やばいものが、おお、モーターボートが走ってるぜ。あ、サーフィンだ。すごいな、映るかな。ねえ、あ、映った。サーフィンだよ、かっこいいね。ねえ、渋いぜ。もう全然さ、その、緊急状態みたいなあれがないというね。まあそういう感じもしないではないですけど。お、初めて見たな。ね、こういうところでやっぱりやるんだね。まあある意味いろんなことね、うわ波がね、モーターボートの波が今頃来てね、結構鳥とかが水面にいるんですけど、結構ね波乗りしてる、サーフィン鳥、サーファー鳥でね、サーファー鳥ですよ、
あの結構 波気持ちよさそうにね、サーフィンやってますけど、うん、やっと落ち着いたな、だからこういうことなんだろうね、津波とかはね、ああいう風にモーターボートが走った後に、波ができて、それがだん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 地上に向かってきてみたいなね、うん、でまあね、ビッグウェンズじゃないけど、波乗り水鳥はすごい波が来たぜってね、波のとこ行って喜んでるわけですけど、こういうことなんだよね。だからこういうことをこう意外とこうね、土手の上で、なんかね、安全な状況で見て、なるほどこういう感じなのかとかね、思わず今日はハッピーではあるわけですけども、うん。いやでね、結局は緊急状況条項になった時っていうのはやっぱりね、例えば食い物とかあと病院とかもう一部のものが、平常通りで、あとはもうほとんど休みっていうことなんだよな。でね、今日あたりこう、まあ、それはあんまり気がつかなくて、まあ、ほら自主規制みたいなことでね、まあ、休まなくても休んだっていいんだろうと。ねだって生活かかってるしね、お店とかはね。だからまあ、俺のところ開けとくよって頑張って開けてくっていうさ、ところがあるのかなと思ったら、さすがにもう1週間以上経ってるじゃないですか。もうほとんど閉まってんのね、うん、だからで、なんていうの、駅ビルとかさ大きいとこあるじゃん、デパートみたいなね、それこそ、屋上の上に、メリーゴーランドが乗っかってるとかさ、ね、子ども食堂が、子ども食堂とかなんていうか、デパートの食堂があってね、お子様ランチが大量にあるとかさ、そういう店までがね、もう閉まってんだよ。ね、デパートの洋品店だとか、ああいうところが全部アウト で結局、デパ地下だけ開いてんだよね。だからまあそれなんかこう、デパ地下っていうのはなんかこうね、ちょっと危ない地下降りてってさ、なんか賭博場みたいなね、そこでこう高級食材が並んでてさ、1本1000円のバナナとかさ、誰が買うんだよとか言って結構売り切れてたりするわけだね。そういうところしかもう空いてないっていうかな、うん。で今日あたりね、これはじゃあやっぱりちょっと、いろんなね、例えば臨時休業しますとかね、ごめんなさい、もうちょっと落ち着くまで、お店休みにしますからとか、そういうね、ポスターとか看板がいっぱい出てて、手書きのものとかね、で大体それが、小さな店、小さなスナックとかね、小さなね、なんかちょっとしたお店ね、寝具店とかさ、要するにその布団とか売ってるとことか、あと熱帯魚屋さんとかね、そういうのがもうごめんなさいとか言って書いたんでね。でそれがまあもうすっごい多いからね、もうこっちもね、最初のうちは珍しいから1枚2枚取ってたんだけど、もう全部取っちゃうみたいな感じでね、バカバカ取り始めて、そしたらね、結局名前で30枚ぐらいなってんじゃないかな。ここまで来る道すがらでね、道すがらで46枚だって46枚、すごいな。でね、最近はね、最近っていうか、パチンコ屋さんの話とかしてたじゃないですか。パチンコ屋さんね、大きなとこわかんないよ、ね、大きな町、新宿とかそういうところわかんない。でも小さいところのさ、まあ、町のパチンコ屋さん、今日通ってきたところなんか全部閉まってるからね。でコロナウイルスが落ち着くまで、閉めますみたいな感じでね、うん、だから結局そうなってくると街の中でさ、コンビニしか開いてないんです。コンビニとスーパーマーケットもさ、大きなところは開いてるけども、そんなにね、街の中にゴロゴロあるわけじゃないし、だから商店街歩いててもコンビニしか、あと病院だな、であと美容室もあるんだけど、美容室なんてね、結構開けてはいるんだけど人入ってないし、まあそうだな、商店街歩いてる人自体がいないもん。ね、だからまあそういう意味ではある意味ね、緊急の対策というのはある意味成功してるのかもしれないけれども、それにしてもね、町が死んでて、で結局、うん、町が死んでるっていう言い方もちょっとあれだな、町がそういうふうにこう息づいていない、同じことか、うん、なんとなくね、これがまあ例えばほら本当に1ヶ月ぐらいだったらまだね、いや1ヶ月でもやばいけど、1ヶ月ぐらいならまだいいけど、これが3ヶ月4ヶ月続いたら、それこそとんでもない話だよね。
病気がもちろん、だから俺たちの病気がさ、やっぱりすごい、もう一番心配、まあ、生き死にかかるから心配なんだけど、経済が死んでしまうよね。ああ。ね、なんか、ガキの頃とかさ、若い時は働かざる者食うべからずとか言ってたけど、もうこのようにね、働けなくなったらね、いろんなね、ことでね、働かざる者食うべからずっていう言葉自体が、もしかしたらちょっとおかしいよね。じゃあ、例えば命絡みの時はどうするんだと。命絡みでもう死にそうになってても働かざる者食うべからずなのかとかね、なんかそういうことを考えてね、そしたらどうなのかなと。で、経済ってどうなんだろうってね。確かに普通の状況だったらね、経済とかはすごい成り立つし、それで社会は動いていくっていうのすごくよくわかるんだけど、まあ実際にはね、儲けるもの儲けないものとかね、まあその儲かる儲けようとするっていうことに関してはやっぱり平等だからね、例えばその金のあるやつはもう金をふんだんに使って儲けりゃいいし、頭のあるやつは頭使ってね、儲けりゃいいし、でもなんか金のあるやつがなんかこうね、自分の力で、ね、頭のあるやつの頭こう押さえちゃってね、それは悪い方ですとかね、そういうこともあるしね。で、逆に言うと、その、金持ってる奴らがさ、これは悪くないんだよって、お友達だから仲良くしてるんだから悪くないんだよとかね、わけがわかんなくなってきてね。やっぱりそれもやっぱり一つの、あれだよね、どこまでいいか、どこまでは悪いかっていうのは、やっぱりその時代とかそういうものの中でね、もうみんなで決めた方がいいなというふうには思うんだけど。で、まあそういう意味ではもう、今はもう本当にひどい状況で、ね、ただ、それはもうなんていうの、ひどい状況だけど、今回みたいにね、いろんなものがこうぶっ壊れてしまった時に、しょうもないなって感じだよね。というか、いい時はそれでもいいのかもしれないけど、悪くなった時にはお前責任取れよと責任は取りませんってね、言っちゃいましたけど、責任取れよこれって。で、まあその別にそのどうでもいいからとりあえずやめてみたいなね、だから逆に言うと圧力とかそういうことでやめさせるとかクビにするとかね、そういうことではなくてね、やめてってね、ヘミマリさんね、経験でしたっけ、そんな感じで、とりあえずだからもう俺できねえからやめるよと、いうのが一番ね、ある意味理想的なことだとは思うんですけどね、だけどもういくら頑張ってももう無理だから、はっきり言ってね、でも本当にひどい話になって、ね、やっぱりそのいやいや、個人的なことを、個人的な部分ではね無理ではないかもしれないけど、社会とかね、こういう地球、全地球とか考えたらね、やっぱり個人的な一人のね、一人よがりはやっぱりいけないんじゃないかと思ったりもするわけですけどね、まあそんな感じでね、まあとにかくひどい、状況がひどい、でもこれぐらい当たり前かっていう感じはとてもするね。確かにひどいんだけどね、いくらでもなんていうの、そのひどさっていうのが、なんていうの、ここまでひどくならなかならないでやれていく方法って結構あったと思うんだよね。だけどそういうなんていうかな、初期段階にことごとく何もしなかったから。だからその現段階を見たときに、これはもうどうしようもないぜと、ね、そんな感じ。ただ、ね、指をこうやって見てたらしょうがないから、やっぱり今起きてることで、今一番やばいことをね、例えばその本当に真剣に考えながらやっていくっていうとこしかないよね。もうだってあれでしょ、どこがもう感染源か分かんなくなってきたって言うけども、感染してるやつはいるんだから、感染したいるやつがどこにいるかぐらいは分か、どこでどうしたぐらいは分かるんだから、そこをもうやるしかないよね。その前の方はほっといてね、でそれを少しでもやればね、それこそ少しでも良くなっていくし、まあそんなことだよな。
あまりにもね、だってマスクだとかトイレットペーパー一つ取ったってさ、こんなにさ何もしてなかったっていうのはもうびっくりしたよね。普通にさ、だってね、福島の時もそうだし、阪神の時もそうだけど、なんかあった時にね、あれだからやっぱり自分でね、袋を用意して、緊急の場合持ち出せるようにしようとかって、そういう話でさ、ね、まあ、俺は何もないから、そんな、ね、持っていくほどなんていうのを、素晴らしいもの持ってないから、ね、まあいいや、ただやっぱりね、まあ、薬とかさ、ね、ある程度のそういうものぐらいで十分だなっていうことで、その袋とかね、そういうので用意して、いろんな書類いっぱい詰めたりとかって、そういうのはないんだけど、だけどやっぱりほら、そういうことがさ、結構言われてたじゃないですか、で実際にやってたよね、防災の日とかそういうことでさ。ね、だけどそれのもっともっともっとだから、毎日がその防災の日じゃないけども、例えば健康とかさ、大切なそういうような場所 で病院で例えば防護服とかさ、ね、マスクが足りないなんて、はっきり言ってどうなってんだって感じだよね。それぞれの所轄の部分が、ね、お前のところどうなの、在庫ちゃんと管理してるかよとかって、そんなことを やってなかったのかね、やってたけど嘘ついてたのかね、どうなんだろうな、おかしいだろそれ、分かんないのがね。でね、例えば俺たちがまあ花粉症とかで使うマスクなんかもそうだけども、ね、全部外国で作っててさ、ね、というかもともと日本で作ってても、結局グローバルだどうのこうのだで日本で商売できやんなくて、外国でやった方がいいからって、みんな外国に行っちゃって、俺たち何にもね作るそういうものは工場とかもね、もうほとんどないみたいな状況の中でこれだもんね。やっぱりそういう命に関わるところとかさ、最低限これだけはどうしても確保しとかなきゃいけないとか、そういうものはやっぱり産業なりなんなりがを全部保護してさ、やっぱりちゃんとやっとくべきだよね。で、例えばマイクのマスクなんてさ、この ご時世だから、もしも例えば工場があってある程度の枚数たくさん作れるんだったら、ね、他の国からじゃあ俺のところにくれよって話になるよね。買うからってさ、なるよね。逆に他のところにさ、売ってって言ったって、それはね、お客さん足元見るよってね、そうやって言われるのが関の山で、でその足元もさ、国内だったらさ、転売はダメとか言ってさ、ね、法律勝手に決めてやっちゃうわけですけど、もう外国が絡むとそんなこと、ね、転売じゃないっていうか、もう転売とかそんなね、頭のいい方法ではなくて、マスク作ったものを売ってるわけだからさ、それはもうどんなことだったってかなわないよね。ね、だから転売にしても何にしてもね、それ頭のいいやつが転売してね、利益乗っけてね、大儲けするわけであって、それに対してはさ、何のあれもないんだよね、悪いことはないと思うんだよ、俺はね、むしろだからそういう風にならないように、例えばマスクでも何でも在庫をしっかりしていなかったっていうのが問題であって、そこは誰の責任だとね、それは俺たち関係ねえよなっていうね、俺たちバタバタしててさ、でなんか俺たち、並んでマスク買うのが悪いみたいな話になって、そんなことねえよな、だって、使うんだもん、欲しいもん、ねえ、もう真っ黒になるまでマスク使ってますからね、まあそういう意味ではね、ねえ。だからまあそういう意味でも、あと何枚かは新品のマスクもあるんですけども、それの在庫切れがもうね、目の前だということですよ、ね、だからまあある意味、ステイホーム、家の中でのんびりしてるのがいいかなというふうに思うわけですよ。でそうしたらやっぱりデブ症にもなるしね、あと体力も落ちるしね、なんかこうやっぱり自由ってのはやっぱりそういうことなんだろうな、な部屋でじっとしてたらどっか行きたくなるのね、だけどどっか行ったってね、大したこと何もないんだからさ、結局こんなもんですよ、ね、まあ例えば今日なんか本当ね、まあコロナは心配だけど、やっぱり玉川の
川べりにさ、ガッと腰掛けて、でその適当にあったかいんでね、いい気分でね、ブツブツやってますけどもね、いやー結構だからやっぱり広いところっていうのはやっぱりそういうもんだね、やっぱり気分も良くなるよ、ね、でましてだよ、ましてあれですよ、多摩川なんて言ってしまえばもうあれですよね、イムジン川みたいなもんですからね、この多摩川を一歩向こうに行けば神奈川なんですよね、本当にね、水鳥はもうね何にも考えないでね向こう行ったりこっち行ったりするけどね、俺なんかもそうだけども、やっぱり橋がかかっててさね、そこを渡るとね神奈川県に行くんですけど、この橋が結構あるんだよ、長いんだよ歩いていくとね、車で行きゃすぐなんだけど、だからねこの橋を渡るのがちょっと大変でね、思わずね、こうよし行かなきゃ行くぞね、川崎のラゾーナで、ビッグカメラのでね、パソコンの部品でも買ってくるぞみたいなね、そんなこうある意味意気込みがないとね、神奈川っていうか川崎まで行かないんですけども、本当にイムジン川みたいですね、このね水鳥がね、カモメかなんか知らない、カモメじゃねえよな川だから、水鳥がね、ピーピー言いながら飛んでて、ね本当にこうなんていうか、喉ね、何もなければ喉かね、なんか飛翔体っていうのも飛んでこないしね、たまたまね、サッカーボールとかね、野球ボールが飛んできていてとかね、ゴルフのボールが飛んでくるとかね、あって避けなきゃいけないとかね、まあそういうことはあるけれども、まあいいもんですよね、なんかね、川の向こう側が道路になっててね、半分ぐらいしか見えないんだよな。ね、でトラックとかはね半分上の方、いろいろ荷物積んだ上の方だけが見えるんだよね。でこれがね何とも言えないね、こっち側はさ歩いてきたとこだから、もうガラーンとしたゴーストタウンみたいなところで、ほとんどバスぐらいしか走ってないですよ、ね、で向こうを見るとねなんかトラックやなんかがいっぱい動いてるんだよね。それを見るとね、あやっぱり向こうはあれだよね、いろいろと盛んだなとかって思っちゃうね。やっぱりあれだよな、神奈川だよな、横浜ベイスターズだよなっていうね、まあなんかそんな感じがするんだけど、でもまあ今日ちょっと迷い込んだところでね、こっち側 の中小企業の工場街っていうのが入ってきて、で工場街はね、やっぱり昭和の匂いがちょっとプンプンしてて、ね、今まで、結構ね道一歩ということなんだよね。だから本当に運がいいか悪いかの問題なんだけど、道一歩入ったところ入らないところでねあんなに違うのかと、なんかよくさ日活の映画とかそういうんだったらね、ギャングがのアジトかなんかにね、そういう町の工場がなっててさ、ね、でガラーンとしたね、倉庫の、ね、中で、拳銃の撃ち合いがバンバンあってね、エースのジョーさんがね、弾丸加えながらね、チッチッチッとかやってるっていうね、そのイメージなんだけども、でも本当にね、そんな感じの工場があって、でなんかね、障害してんだよ、だからやっぱり動いてんだよね珍しく、だからそういう面ではやっぱりこれがまあシーンとしてたら結構気持ち悪かったりするんだけど、動いてるんでね、それはそれで、ちょっといい感じじゃないこれみたいなね、まあ、そういう感じがしているんですけども、でも本当あれだよね、この静けさみたいなのはね、ほんとね、嘘みたい。ね。今日もね、だから、ね、今日は早めに帰るけども、夕方とかね、コロナが何人、感染してたみたいな話が出て、100何人とかさ、あれ聞くだけでも、もう頭痛くなるんだよね。でもやっぱり必要なことではあるんだけど、
感染者の人数増えた増えたでさ、ねえー、そればっかりニュースやっててもしょうがないよね。もっとだからやっぱり、内容のあるニュースが見たいね。まあだからそういうこと考えればね、どれだけさ、本当のことが本当のことがね流れているのかっていうね、そういうこともね問題としてあるよな、情報操作とかね、疑ってかかればキリがないから、いろんな意味で、ね、だからそういうことでね、何が本当で何が嘘かっていうのは本当にね、どうしたらいいんだろうなっていう、そういう感じがしますね。だからこれはね、マスコミなんかもやっぱり全然分かってるのか分かってないのか、本当にね、何がね、要するにそのニュースやってるから、じゃあこれは全部真実だろうと思ったら、なんかよく分かんないんだよね、3日ぐらい前にやったやつの話が全然違ったことになってたりとかね、まあ、だからね、難しいですね。だから、まあ、ある意味、自分のね、見える範囲っていうか手の届く範囲ぐらいの真実なことっていうのは自分でもね分かると思うから、そこは最低限抑えたいなとは思いますけどね。いろいろとね、今日見える範囲はね、多摩川の向こうまで見えてますからね、そういう意味ではなんて言うんだろうな、やたらこの大きさスケールみたいなね、でもやっぱり地球なんかもうこんなあれじゃないからね、宇宙から見た地球とかね、地球は青かったみたいな話になってくるんでしょ、ね、本当そういうもんだと思いますよ。だからまあこの暖かさっていうかね、今日のね暖かさ、なんで俺はこんなところに出てきたんだろうっていうね、そういうこととかね、いやそれは行こうと思ったから来たんだけどさ、ね、だからもう。緊急事態の多摩川ってどんな感じかなと思って、来たけど、緊急事態の多摩川っていつもと変わりない多摩川でしたっていうね、それでいいのだ、ね、いつもと変わりないところがね、モーターボートが走ってたりね、カヌーが走ってたり、ね、水鳥のサーフィンが見れたりとか、なんか今日本当ラッキーだよね、帰り際にもまたなんかラッキーなことがあるといいなとは思うんだけど、まあどうなのかな、まあこれ終わったら帰りますけどね、もう来るだけでもういろんなもん見てちょっとうんざりって感じで、だけど帰りはさ、また別の道、同じ道じゃなくて別の道で帰ろうと思ってるんだけど、やっぱりそうするとまた何が起こるかね、なんていうんだ、もう わざと1本道外すとね、とんでもないことになるから、1時間で帰れるものが3時間ぐらいになってね、でなんか面白かったりするんだよね。だからそこら辺なんだけども、今日もだって1時間で来れる道をちょっと間違って、その工場街とかさ、あとはもう商店街で全部臨時休業っていうチラシが、ポスターが貼ってあったりとかさ、ね、まあ見てよかったっていうかね、やっぱりそのそういうもんだなと、本当にね、あんだよね、リサイクルショップとかがね、ある場所でさ、まあいつも来た時にはそこでね、いろいろ何があるのかなって見てくるんだけど、しっかり休みだもんね、ただ中には人がいるみたいでね、なぜかったらね、ネットで売ってるから、ネット販売やってるからね、だけどさ、まあ、ある程度さ支店がいっぱいあって大きなところだから、そういうことはできるわけだ、まあ、ちっちゃいところでもね、個人が頑張ればできるけど、でもやっぱり小さなお店でね、いっぱいその、臨時休業します、落ち着くまでとかって書いてるところね、ネットでやれるんだったらいいけどさ、ね、ネットでやれないと、ね、ただ休んでるだけっていうか、で休んでるからって言って仕事に出ようって言ったってね、やっぱりコロナとかね、やばいし、そうするとどうなるのって言ったら、やっぱり、大変だよね。どうなのかね、別にね、なんていうか、
うん、難しいよな、そうなってくるとね。税金がどうだこうだとかいろいろ、まあ、国はいろいろ、まあ、消費税もそうだけどもあれするけれども、でもねえ、とにかく収入がないんですもんね、うん、ねえ、それもほとんどの人が収入なくなるわけでね、そういう商売やってる人がね、どうするんだろうな。で、例えばまあ、それはもうしょうがないですねってね、もう潰れるしかないですよねって、潰れてもそういうお店がなくなるだけでやっぱりその売り上げなり経済だとかの影響ってすごくあると思うしね、うん、で、あとね、結局そうなってくると税金の入りとかもうね、大きなさ、大企業のチェーン店ばっかりあったって、買う人がいなかったら大企業自体だってダメでしょ、早い話が。ね、薄利多売って言ったってね、薄利多売になればいいけど、買う人いなかったら多売もクソもないからね。あ、どうすんだよね、そういうのね。あ、まあ、度合いの問題っていうのは結構あると思うけれども、どうしようもないだろうなと、うん、まあ、鳥が 一匹ね、鳥が1台だって、機械じゃねえっつうのよ、鳥がね、水もね、突っ走ってきましたけどね、だからあれすごいね、例えば鳥、空飛ぶときっていうのはさ、なんか空飛んでるような感じがあるんだけど、まるであれだよね、水も走ってるような飛び方するんだよね。いや、決して水も走ってるわけじゃないでしょ、ね、あれはね、見ててね、結構迫力あるね、で、速いし、ね、まあ結構ね、そういうの見るとね、すげえなと思うのね、結構ね、いいよ でもそういうの見てすごいなと思ったからって、一体 何になるんだっていうねそういうことだよね、何になるんでしょう一体、わかりませんね、うん、ただやっぱりこういうふうにね、ただ黙ってこう多摩川の川べりを見ているという、このなんていうか雰囲気というのがまたいいんだよな、コロナってるから、うん、どうしたもんかなっていうふうなことは思うな、やっぱしな。でもあれだよね、福島の時にね、やっぱり原発が直ちにどうのこうのって見えないからね、実際にやばくても分かんないからさ、直ちにどうのこうのっていうことでうっそーとか言いながら、あの時のことが全くだから反映されてないもんな、うん、で挙句の果てにはね、まあ、オリンピックはなんか1年延期になったみたいだけど、アンダーコントロールされてるとかね、どこがアンダーコントロールされてんだよって話だけども、ねえ、まあ、コロナがあったから1年、延期になってしまうっていうことはあるんだけど、でもコロナがないと今頃もうあと 1,2 ヶ月でオリンピックじゃないって話で、すごいことになってますよねこれね、うん、どっちにせよどうしようもないっていう状況っていうのが あるだろうな。だからオリンピックだって来年ねどうなるか、まあコロナだってね分かんないですもんね、なんか元に戻るまでに 3,4 年かかるっていうそういう話もあるしさ、分かんないよな、うん、だいたい薬がねえんだもん、薬これが作るんだもんね、うまいこと作れるかどうか分かんないじゃないか、ね、だからもしかしたら薬は作れないのかもしれないしね、そしたらもうあとはもうコロナにかかったらもうくたばっていくだけだから、うん、ね、あれだけども、まあ本当にそういう意味ではね、やっぱ100年に一度ぐらいですかね、このすごいことっていうのは、だからそういうことにこう遭遇しててもうとってもねもう辛いんですけども、でもやっぱりそういう時代に生きていたっていうのはやっぱりなんかあるんだろうな、面白いな、ね、まあ、そんな感じで、できればもう少し若い、時にね、動けねえもんもういや本当動けないですよね、もう
多摩川まで来るのがねやっとって、お前動いてんじゃねえかよって話だけどね、もう本当にね勘弁してよってね。まあどうな、もう寒さダメだから、もう昔からそうだけど寒いのはもう徹底的にダメだからね。あ、何が何つったってね、だから夜中とかね、今日の朝もねやっぱり寒いじゃねえかよみたいな話でね、あ、そういう時にね、あったかいね、一杯のインスタントコーヒーがどれだけ、ね、人生というものを豊かにするのかというね、そういうことですよ、うん、ね、そうだから、あ一杯いくらなんでしょうねインスタントコーヒーってね、もう相当値段的には安いと思うよね、5円とか10円とかの、もう薄いから、本当に、ね、本当に薄いんだ、入れる時はね、だから本当にあれなんですけども、そのなんていうの、インスタントコーヒーのあったかみがねとても和むなと、そんなこと思っちゃったりもするわけで、そうなんだよな、本当にあのトラックとかね、これ意外と家帰ってパソコンで見てみればわかるけども、向こう岸の方のね、状況でパソコンが、パソコンじゃない、あのトラックが動いてるのわかるかなみたいなね、これこんだけ遠いとさ、あのエンジン音が聞こえないんだよね、だからもうサイレントみたいでさ、ここがまたねすごくいいとこなんだ、あね、本当に、うん、まあだからそういう意味ではやっぱりね多摩川は素敵なんですけども、でもねなんかこうしょっちゅう来てるとね、なんで俺来てんだろうって暇だなお前みたいな感じになるしね、久しぶりに来るとまあ今日みたいにね、今日本当にいい日です、暖かくてね、うん、まあそれはそれでもういい日、いい日に来たな、だ明日なんかまた雨みたいだしさね、本当嫌になっちゃうよね天気が、もうコロコロ変わるからさ、うん、今年本当寒いよはっきり言って、なんだかんだ言いながら、おお、また来てますね、渋い、おおっと、お、一回転映ってるかな、一回転、いやいやいや、かっこええな、ぶっ飛ばしてるぜ、素晴らしいね、おお、おお、すごい、くるくる回るんだね、バク転してみたりとかね、渋いな、うん、あ、また波が、あ、でも鳥がいねえや、うん、鳥がね波乗ってるシーンってすごい、またそれもそれでいいんだよ、波音聞こえる？あ、波の音ね。なんか海にいるみたいじゃん。あ、海は素敵だなってね。なんかあね、海はいいよやっぱり。海はすごい、多摩川ですけどね、その辺のちっちゃな川とね違う、やっぱ利根川とかさ、そういう感じだもんね、もうでかくてね、迫力満点っていうか、まあそこまででかいかどうかわかんないですけど、まあこれがねアマゾンとかだったらまた違うんだろうな、あの辺の川とかね、あとほらあのベトナムのメコン川とか、あの辺だっけ、ベトナム戦争の時のね、小島で泥だらけみたいなね、でもバカは言う進めってねいやほんとね、そんな感じでいろいろありますわ、うん、いやいやいや、なんかこんだけあったかいとほんと昼寝したくなるな、あーね、昼寝って今何時、11時まだ12時にもなってないんだ、そうか、結構あれだね、午前中から、一体何をやってんだっていう、そういう感じだね、あー、渋い、でも結構すごいよね、やっぱりただもんじゃないんだろうな、ねえ、大体あれだよな、人間だけでもダメ、要するにその水上スキーの人だけでもダメだし、やっぱり
モーターで、まあ、コーチかなんかでね、なんだろうけども、モーターボート運転できるコーチかなんかだろうけど、やっぱりそういう人がいてじゃないと、やっぱりね、水上スキーできないですからね。それはやっぱりすごいですよね。こんなところで水上スキーする人がいるっていうのがすごいよね。そこがやっぱり違うわ。ね、本当にもう小学生中学生がね、川で溺れるのと溺れるってことはないや、川遊びするのとわけが違うね。メダカの兄弟がなんとかでっていう、そういうのと全然違うからね。面白い。そんなこと思いながらね、今日もまたいろいろとブツブツと、まあ蝶々が飛んでるよ。ね、テフテフと書いて蝶々。ね、違うよな、全然な。意味が違うだろう。ね。でもあれだよね、もう、これテフテフって何ですかって言ったら、蝶々って、だってテフテフって書いてるんです。蝶々なのとか、すいませんってね、蝶々です。仕方がない。テフキかなんかと間違うじゃないですかね。タオルかなんかとね。テフテフが飛んでったの。だから、そんなもんタオルとかぶん投げるやついるのかよとかね、真剣に考えちゃいますけど、まあそれはそれとして、ちょっと天気がいいので、まあこういう天気が良くなるとやっぱり、夏もね、素敵な夏が来るかなとね、そういうふうに思います。今年の夏はいいことが3つぐらい、2つでいいかね、あんまりこう望まないですよね。2つぐらいでいいです。でも3つはいらないです。でも2つ最高にいいことがあればね、他はもう望みません。はい、ということでね、まあこんなもんでしょう。ね、もう今回はね、またね、たまにこういうね、イレギュラーでどっかとんでもないところに来て、そういえば歩いてて、なんかすごいでかい公園向けて、ここが結構静かでね、やっぱ 俺なんかが行ってるあのでかい公園と違って、やっぱり人種が違うかもしれないです ね、ね、ガキの 顔からして違いますもんね。こっちの方は多摩川はね、なんか違いますよね。多摩ちゃんがいたところですからね。最近タマちゃん戻ってこないね。タマちゃん戻ってきてほしい、見たいですよね。見たことねえからタマちゃんね、タマちゃんが見たい。タマちゃんバスってのは乗ったことあるんですけどそんなのどうでもいいんですけどね。本当、まあそんな感じで、今日もまた、まだまだこれから今日はいろいろやることが、ね、面白いことができるかもしれません。できないかもしれないけどね。まあとりあえず家帰った途端に、眠っちゃったりしてね、疲れたとか言いながら、結構あれじゃない、玉川じゃ元気そうだったじゃない、でも疲れたのっていうねなんとなくわかるでしょまあいいや、そんなことはね。ということで、どうもありがとうございます。またそんな感じで、ごまかし君はね、会長に、やっていきますんで、よかったらチェック入れてください。玉川リバーですね。玉川リバーまた来ますからね。水鳥たちをサーフィンもう少し上手くなってて、鳩が来てる。鳩ポッポね、鳩が目の前で、歩いてますけどね、食い物何もないからね、鳩ね、結構よく行く公園の鳩っていうのはとにかく集まってくんだよ。で飯くれ飯くれって言うんだよね。でこっちはもう飯食いに公園に行くわけじゃないんだけどね、飯だってね、20匹ぐらい20羽ぐらい集まってきてね、そんでこいつダメだと思ったらね、一気にみんな消えるから、まだパタパタって飛んでくならいいんだけど、飛んでも行かないもんね。せっかく来たんだけど飛んでいくほどじゃねえよなみたいな感じで歩いてるうちに、まあ誰もいなくなっちゃうね。鳩にも捨てられてしまったかっていうね、そんな感じがして思わずね、
ため息の一つぐらいをついてしまうところなんですよね。でも二つはつかないから、うん、ね、はい、ということで、どうもありがとうございます。最後またブツブツと変なこと言っちゃいましたけどもね、ありがとうございます。またやりますので、ね、まあ、こういう日が続くといいな本当にね。そうするとこっちもハイテンションになるんですけどね。はい、どうもありがとうございました。またやりますので、また来た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 ぞ。モーターボート来たぞ、目の前撮るぞ。じゃあもう、お、飛んだ飛んだ飛んだよ飛んだよ。このモーターボートで、お別れしましょう。うわすごい水しぶきがかっこいいね。イエーイ。おー飛んだ、うん、これ映ってるかもしれないな。ということでどうもありがとうございました。またやります。